そうですね、まあ、判定もサッカーのうちなので、まあ、やっぱり中断後、後半やっぱり相手の方がエンジンかかったかなっていうのはありますね。長いハーフタイムはどのように過ごされましたか？まあ、そうですね、結構雨もひどかったので雷もあるか分からなかったですけど、まあ、みんなで気持ち切らさないようにやってました。念願のホーム初勝利はまた遠のいてしまいましたが、今後に向けて一言お願いします。応援してくれてる人もいるので、まあ、そういう人たちのためにも何とか勝ち目指して諦めないでみんなで頑張っていきたいです。はい、ありがとうございます。